どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。季節を抱きしめて分岐点でございます。やっていきましょう。続きです。とりあえずこの子の記憶を取り戻そうと。この修羅場、詳しく知りたい方はね、前回の動画をご覧いただければと思います。はい、僕は違うんだよと。こんなことになってるのよ。違うんだって。ちょっとガンガン、すいません、カットしてテンポよく行かせていただきます。テンポよくっていいのかな。すいませんね。罰ボタンで早送りできるんだね、それなりに。あーはー、もったいない。もうもったいって言っちゃいけないな。すいません。ああ、うん、このもの、まあ男は浮気なんてやっちゃダメですよ、本当に。止めた方がいいんだね、やっぱりこういうのって。多分そっと部屋から出る一番違うからね、多分。止める。うん、やめろ。ともこ、殴られるの覚悟ばい。さあ来い、バチ来い。だバチ来いじゃねえわ。何よ、寂しい。ああ、違うんだって。何のことですか。ああ、占いの話ね。この人がタウン氏で、星占いの。星占いの件についてはすみません。いやー、違うんですよ。占いの記事を書いて、女子高生たぶらかして喜んでいる詐欺師なの。そんなこと言わなくていいじゃないですか。信じちゃダメよ。ごめん。はい、今までのと違う選択肢を持っていかなきゃいけないですね、多分だから。いやー、詐欺師なんてそんな失礼な。あー、もう二人女の子泣かしちゃって、まあ。違うんだよー。うわー、もう俺もこういうね、ごたごたが嫌なんだよなーっていう。じゃあなんでこのゲームしてんだよってなるんだけど。いやー、違うんだよ。これだから、今まではこれ、ともこがこんなに僕のことをって言ってて、それ二つともバッドエンドだったんだよね。となるとこっちになっちゃうんだよな。ごめんなさい。ごめん、ともこ。ああ、ごめんね。違うんだよ。いやー、もう、ともこには申し訳ないけど。あるいはあれか、さっき、追いかけるところの、あれ、右か左かじゃ、が、その時点で違ったのかもしれない。あれ？やべえ、やべえ、右か左どっち選んだかちょっと焦ってて忘れてるわ、俺。左か？実は左だったり。大丈夫、ちゃんと。いる？いる？会っててくれ、頼む！だあー！あー、これ右だったらもうダメだってことか。右だね。右って覚えとこう。オッケーオッケー。あ、いるね。あー、これもうちょっと、右選ん、ちゃんと選んでたら間に合ってたんだな。これ、もうちょっとこれ二択のヒントがあれば。うん。違うんだよ。いやー、もう、なんて、どうしちゃったんだよって。いや、そりゃそうだ。俺もどんだけ人心、なんか人の気持ちがわかんねえんだよってなっちゃうよね、これ。これ待つのか。待っても待ってもダメだと思うんだよね、多分。仕方ない。まあ開くまで待つか。うん。え、なんか言ってる。何何、あ、待って待って待って、まゆ待ってろよ。合ってんのかな、多分こっちで。あれ、いなくなってる。ちょっと、うわあ、いなくなってる。ダメだったんだ。てか、そう、あれ、右左を間違えたくさいな、どうやら。ああ。ちょっとこれは、ああ、見つけられなかったんだ、結局。で、これ、ともこもうこれ、うん。明くる日も見つからなかった。そりゃそうだな。そして僕はふと思った。マユは本当にいた、ここにいたんだろうか。本当に記憶喪失の子だったんだろうか。ああ、もう一度会いたい。マユに会いたい。マユ。うわあ。あなたは一人ぼっちじゃありません。あなたを必要としている人がいます。
あなたを必要としている人がいるんだよ。その人はあなたの再会がきっと待っています。その人は本当に真剣な気持ちで待っています。ラッキーメニューはチェリーパイです。土曜日の午後、初めての出会いの場所に行ってみてはいかがでしょうか。うわー、いるのかな。待ったけど、うわー、もう多分、僕はなんてことしちゃったんだろう。もう二度と会えなかったから、会えなかったら悔やんでも悔やみきれないよ。舞の記憶は戻ったんだろうか。そして舞は自分が誰なのか思い出したんだろうか。一体舞はどこの誰だったんだろうか。なんて言ってたんだろう。うん。これもバッドエンドくせえなー。舞はもういない。いないんだ。うわー、それでトモコも失っちゃったんだ。だから最悪だよな、これ。うん。あ、くー、まゆー。もう会えないなんてあんまりだ。このままじゃ辛すぎるよ。もっとまゆの力になりたいんだ。もっとまゆのことを知りたいんだ。もっと一緒にいたかったんだよ。うわー、トモコとしても。うわあ、もう一番嫌なパターンでも。うわあ、これミスかー。あ、あれ？眉が消えてから一週間経った。うん。え？そして、あの木枯らしが嘘のように暖かい春になった。僕は、この間僕は眉を探した手がかりさえ見つからなかった。そして気がつくと僕は必ずこの思い出の場所にいた。もう眉に会えないかもしれない。だけどこの場所にいると僕は心が和むんだ。マユはどうしているんだろう。マユは本当にいたんだろうか。あの子は僕が見た春の夢だったんだろうか。僕に残してくれたこの温かな記憶だけは忘れることはないだろう。違う感じかこれ。だー、あ、ノーマルエンドなんだ。ノーマルエンド。マユはどこへ。いや俺これはね多分違うと思うんだよな。しゃっ、はい、右か左かという選択肢のところまでなんとかやってきました。あとね、今回からちょっと、文字がね、映るようになったんで、右か左か、さっき左か選んで右なんで右行きます。うん。左かと思って右行って、確かそれで左で確か行き止まりだったんだよね。多分こっちやってると、信じ、あ、やっぱそうだ。いるいるいる。うん、右で正解だ。待ってくれよ、まゆーと。違うんだよ、分かってくれ。これ、靴下濡れて冷たいだろうな。僕の話を聞いてくれよ。危ない。まゆ。お願い来ないで。違うんだって。待って。あ、よし、よかった、うん。え、待ってくれよ。なんかこれ危ない絵面だな。僕の話を聞いてくれ。まゆ。確かに僕はあのタウン紙を使って君に会おうとした。そのことは謝る。でもそれは、これ選択肢か？ああ、違う。舞のことが心配で、それに僕舞を見つけてると何かしてあげなくっちゃって思うから。あの時そう思ったから、舞に会うためにタウン紙を使ったんだ。本当ですか？ああ、そうなんだよ。あ、記憶が戻るまで僕と智子が力になるよ。ともこちゃんはなんか、力になってくれるかな、大丈夫かな。そこはちょっと気になるけど。え、どうしたの、まゆ。え、あ、そういえば光っ、なんか、うん。あ、え、え、なんか思い出した。え、おお、桜が。へえ。雷に打たれたけど。え、思い出した？私。君は誰なんだ、一体。あ。大丈夫か、まゆ。さあ、家に帰って温まろう。ね、まゆ。
え、なになになに、え、まゆ、え、どうしたの、ちょ、危ない危ない、おお、な、な、なになになに、まゆ、どうしちゃったんだよ、え、まさか、あー、ま、結局このパターンなの、え、あーあーあー、これ、まゆ、仕方ない、あくまで待つか、うん、ま、待つのが正解なんだ多分これ、え、あ、あれ、でもこれいいのか、これで、え、記憶戻ったのかな、待ってくれよ、頼むから、え、でも行くのが正解だったのか、これ5555、急いで急いで、どっかいなくなっちゃうから、あ、え、あー、また消えたら、どこ行っちゃったのよ、あ、今までと違う展開だ、まゆー、探している?あー、警察とかちょっと怖いわ、あ、違う?ん?消えたか、まゆー、どこ行ったんだよ、もう少し探そう、もう少し探そうよ、うん、どっかいるかもしんない、まゆー、こんな夜中危ないよ、そんな、てか、なんか、あ、結局、家?帰ってきて。ともこ。誰もいない。あー、マジか。あー、結局、うわー、誰も、この結論に至るのかよー。違うのか。さようなら。わー、マジか。え?来年こそはいいことあるといいな。バッドエンドかこれ。トモコ猿編。あ、違うのか。さあ、この修羅場から続きです。ちょっとね、なんかいろいろ試してみて、まあうまくいくのかどうかわかんないっす。もう。何度やってもバッドエンドに行っちゃうんでね、ちょっと。うん。すいませんね、プレゼントで、あー、こんなもの、これもう毎度心が痛むわ、こういうの、安くともこなんて呼ばないでよね、ごめんごめんごめん、あー、もう泣いちゃって、まあ泣いちゃってまあじゃなくて、何度も見た映像だから、もうなんか感情移入がやばいわ、ダメだ、笑っちゃいけないね、こんな、ごめんね、いや軽くなっちゃいけないね、ともこ止めよう、うん、やめろともこ、ストップ、離してよ、だっていい、ありがとうございますって言っちゃいけないよな、そんな状況で、うん、そう、これ、いや違うんですよ、書いてるけど、でもそういう利用したわけじゃなくてねっていう、違う違う、信じちゃダメよ、言うこと、ああ、嘘ですよね、これきついよ、もうこれ、この子に会いたいから占いを書いたんでしょ、ねえ、どうなのよ、リトライするたびにこれをなんかもう心が痛むんだよな、これ、詐欺師だって言ったのよ、うん、いやー、もうずるいとか言わないで、もう、あ、くそ、もう俺もう二度女の子泣かしてんだからな、毎度毎度結構心に来るんですよ、たかがゲームされどゲームって感じで、すんません、うん、こっからなんだよね、ここでどう喋るかっていうのが多分あの問題なんですよね、どれが正しいのかっていうのはちょっとまあやってみないとあれですけど、うん、まあなあ、トモコが、じゃあ、こんなに僕のことを、うん。嫌な女だっていうのは分かった。でもね、うん、でも、こうしないと、君がどこかに行っちゃいそうで。思ってくれてるんだよな、それ俺のこと。まあ、嬉しいけども、嬉しいっていうか、
なんて言いますか、このね。これでごめんって言っちゃ多分違うのかな、どうなんだろう。これで、じゃあこんな僕でいいのか。トモコエンドを目指してみよう。あれ、あら、今までとなんか展開違くね。ちょっとトモコが僕をこんなに思ってくれている。あの子、今頃雨の中でつぶ濡れでかわいそう、情緒不安定かよってなっちゃうけど、まあ、探してくるよ、放っておけないもんな。まあまあね、一応行きましょうか。さっきはひどいこと言った。あれ？私もあの子の記憶一緒に探してあげる。あ、そうなんだ。ありがとう。これは嬉しい。一緒に助けてくれるってんだったら、それはもうお願いしますよ、ぜひ。どこにいるんだろう。で、ただこれ左右どっちだっけって言って、右が正解だったんだよね。右。まゆー、どこだ？左で行くと間に合わなくなっちゃうから、右だっていうね。これで、頼む。行き止まりでありませんように、止まれ。よかった、正解だ。いる。よかった。急げ、間に合え。待ってくれよ、まゆー。もう冷たい足が。僕の話を聞いてくれよと。だっていい。ダメだよ、そんなもう危なっかしい。お願い来ないで。いや、違うんだって、話を聞いてくれよ。でも、なんかこの絵面見てるだけだとさ、なんか、やばい絵面だよね、かなり、本当に。僕の話を聞いてくれ！それは本当申し訳ないことだと思ってますよ。いや、許していただきたい。許していただきたいっていうか、まあ、そう、信じて。僕とトモコが力になるよ。そう。助けてくれるって言ってくれたから、今度は。トモコちゃんが。もう大丈夫だよ。ここで、そう、拾ったね。ちょっと花びらがなんか反応するんだよね。これ、あれだよね。記憶戻ったんだよね、多分これで。桜の花びらがどうしたのこれ、本当にでも。綺麗な青空ではあるけどもね。全然、思い出したんだよね。私。大丈夫？ね、大丈夫かめ。さあ、家帰って帰ろう。家帰って帰ろうじゃねえ。家帰って温まろう。思い出した？何か。ちょっと音声の方が止まってしまいました。大変申し訳ございません。続き行きましょう。さあ、待ってられないってやるとこれ間に合わなくなっちゃうんだよね。仕方ない。開くまで待つかと。これでいいのか？これで何言ってるか分かんないんだよね、これ。ダメだ。聞こえねえわ。結局分からずじまいじゃん。どうしよう、これ。待ってろよ、と。そう。頼むから待っててくれ。じゃないと話が先に進まん。まあ、行っちゃうんだよな、これ。正解？これ大丈夫？マジか。やっぱりいなくなっちゃうのか、これもう、何が正解なんだろう。違うのか。どこ行っちゃったんだよ。そう、これもあったよね、さっき。もうちょっと探さなきゃいないとかそういう感じなの。でもなんか、今までと違う感じなんだよね。
もう少し探してみよう、試しに。ダメだったらもう諦めるわ。もう、トモコルートを取るしかないよね、そしたら。で、結局家帰るパターンなのかな。いる？大丈夫？やっぱ家帰ってきた。あ、トモコいるんだった。あ、流れ変わってる。うん。いやー。それが見つかんなくてさ。どうすりゃいいのこれ。出してね。その晩以来、ミユの姿を見ることはなかった。え？そして、トモコも、マユって、またミユって言っちゃったよ。マユを探し出すのに力を貸してくれた。明るく僕を励ますように。え？結局見つからずじまいなのこれ。うわ、マジか。マユは記憶が戻ってどっかへ行ってしまったんだろうか。あのマユと過ごした時間は現実のものだったんだろうか。僕はマユともう一度会いたかった。会ってお礼がしたかった。僕の心に温かい春を運んでくれた妖精に。はぁ。桜の妖精って落ちないよな、まさか。そして気がつくと僕は必ずこの思い出の場所にいた。もう、マユには会えないかもしれない。だけど、この場所にいると僕は心が和むんだ。あれ、このパターンやばくないか？ちょっと。いいのこれ。この日僕は心地よい春の日差しについうとうとしてしまった。初めての流れだけど合ってんのかなこれ。おはよう。マユ、おはよう。はい。マユ、今まで一体どこに？この前はごめんなさい。そうか。やっぱりあの雨の日、記憶が戻ったんだね、マユ。戻ったの？戻ったんだ。桜のせい。うわー、俺なんかネタバレ的なこと言っちゃったよ。桜のせい。はは、なるほど。桜の木々に、そして人々に、春の訪れを伝え歩くことが桜のせいの使命。はあ、なるほど。そういうことね。そんな、マユが桜のせいだなんて僕は信じないよ。そんなこと。私はまだ新米の桜のせいなんです。はあ、笑っちゃいけないな。そういうことか。はあ。それで、このしだれ桜に舞い降りたとき、足を滑らせて。で、どうも、それで記憶をなくしちゃったみたいなんです。はあ、はあ、なるほど。なるほどっていうのもあれなんだけど。だから桜が残ってたって、倒れてるとこに。まあ確かにね。僕は舞の可愛らしさに思わず笑ってしまった。結局じゃあ、なんか、事故で、事故で死んじゃった舞との関係性もあんのかなこれ。そうなんだ。これは、いいのかなこの感じで。なんてお礼をしていいか。いやいや、いいよ。別にそんな気にしないでくれたまえ。逆になんか変なオタクの家に連れ込んだり、うちに連れ込んだり、なんかチア喧嘩に巻き込んだり、ごめんなさい。私、トモコさんとあなたのこと、ずっと気にしてました。マジで？私と出会ったばかりに、二人に迷惑をかけてしまって。まあ、ちょっと一回やばかったよね、本当に。いいんだよ、もう。雨降って地固まるって言うだろ？伝わるのかな？そう思うと、マユは恵みの雨ってところかな。そう言ってもらえると、とっても嬉しいです。ああ、そう。ならいいんだけど。春は出会いの季節。まあそうだね、確かに。私のせいで別れの季節にしちゃったら、私、春を彩る桜のせいとして失格ですもんね。まあなあ、確かに。はははは、と。そろそろ、お別れの時間です。マジか。もっと春を、出会いの季節を、他のところにも知らせなくちゃいけませんから。そう。わかりました。また会えるかな？桜の咲く、この季節に。季節を抱きしめてってタイトルがここで来るわけか。さよなら、マユ。
夢幻でも良かったのかもしんないね。こういうオチならば。僕はポカポカした、ポカポカした気分の中で、ふわっと浮き上がるように体が軽くなるのを感じた。死ぬんじゃねえよな、まさか。それからしばらくして遠くで僕を呼ぶ声が聞こえた。誰？多分、ああ、やっぱりそっか。うん。トモコちゃん。どうしちゃったの？こんなところで寝ちゃって。うん。よっぽど疲れてんのね。まあ、いろいろありましてね。なぜか最近トモコは僕を励ますかのように明るく振る舞い、いつの間にか僕たちも以前と同じ仲のいい友達に戻っていた。あ、友達なんだ。なるほど。行くわよ。ああ。目覚ましに駅前のジリオラで美味しいカプチーノでも飲みましょう。ジリオラ？なるほど。早く。ああ。あれ？え、あ、俺のセリフじゃねえや。どうしたの？いつの間にこんなに花が咲いたの？ヒレン桜。ヒレン桜。ああ、春がやっと運んできたんだ。みんなに幸福を運んで。なーに、一人で気取ってんのよ。ショートケーキも作っておごらせるわよ。マジか。よし、今日は天気いいから駅前まで歩くぞ。うっそー。ああ。ねえ、1時間かかるわよ。マジか。すぐ学バスが来るって。ああ、気持ちいいぞ、気持ちいいぞ。ちょっと待ってよ、ねえ。いや、何より今まで何度もこう二人を泣かせまくってきたからね。なんかこう笑顔を見るのはいいもんですな。人にはそれぞれ心の奥深く大切な思い出がある。それはもう二度と戻ることない時間なのだ。それゆえにもっと大切なかけがえのない思い出なのである。マユという二人の女の子、僕の大切な思い出。え、あ、いいのかこれで。ああ、なんか今までで一番幸せっぽい終わり方したけど、あ、ああよかった、グッドエンドだ。はい、というわけで、なんとかクリアすることができました。というわけでね、まあ、あの、なんでしょう、正直ね、僕はあの、今までこう、付き合ってきたじゃねえや、その、今まで、なんか死んじゃった、こう、憧れだった、あの、まゆが、こう、何かしらのタイムスリップか、なんかそういうので、今降り立ったみたいな、そういう展開かと思ったんだよな。だから、まさかのさ、桜のせいかと思って、あー、なるほどなるほどっていう感じでしたけども、まあそうですね、まあ他にもね、グッドエンドがまあいくつかあるみたいなんで、まあそれもね、皆さんに見せられればと思います。何、綺麗なお姉さん、そんな人いたっけ。あ、これらあれか、なんかその別で出てくるやつみたいな、その別のなんかストーリーで。まあというわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、まあ、機会があれば別の、動画もや、実況も試してみたいと思いますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。ゆかでした。またね。Oh.
覚えているよ。フィリピンで私、毎日毎日サンパギータを売っていた。いつまでも私のこと愛してくれる？あー、虫か。あー、真ん中真ん中。へい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 。抜けるか。よし来た。やばい。やめろ。俺は恐れを奪うんだ。よし。大タックル。イエーイ。今のよかった。今のタックルよかったね。完全に今邪魔でして。よし。おー、ここここここ。俺空いてる。俺空いてる。来たー！やったーりゃー！よっしゃー！決まったー！ストライカー入りました！